ということで、本日ゲスト来てくださいました。本日はミセスグリーンアップルから大森元貴さんと高野清和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。入り方が漫才師と入り口一緒の音量できたね。よろしくお願いしますね。ファーストアルバム12は明日リリースということで、はい、いやいやありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。すごいですよ、もうお客さんが今日、ありがたいですね。もう週末、もう休みの日は勉強してない人たちばっかりしてまさにもうまさに今日は、ねね、来てくれたということですが、はい、まあでもなんか近況ネタをいろいろいただいてるんですけど、はい、これ年末にもらったんですよ、アンケート、はい、なんでこうちょっと大晦日関係ばっかだったんで、はい、なんかファンの人喜ぶような今日の朝ごはんは何だったとか、そういう話をして一言ずつ。あ、なるほど。今日なんだろう、いつもと違ったところで言うと、うん、青汁をなんか飲みました。お、健康だね、うん、ちょっと健康志向でちょっと今年は行こうかなっていうふうに思ってます。ずっと前から飲んでる。いや、今日からです。で、今日からどうよ、味はいきなり飲んでみて。いやでもまずい、もう一杯っていう。まずい、もう一杯からねみたいなところですよ。大森先輩お願いしますよ、なんかホットな情報。僕は今日ご飯、卵かけご飯食べましたね。おー、いいね。卵かけご飯食べて、うん、で、黒酢を飲みました。あら、お、ここの番だ、健康志向だね。健康志向ですね。だって趣味でジョギングもするぐらいだし。あー、そうです、最近はい、始めましたね。まあね、そうやってどんどん健康になればいいさ。いや、大事ですよね。まあ、そう、レコーディングとか朝までとかなるからね。健康がないとね。ということで、まあ、ちょっとアルバムの話をこの後ちょっとじっくり聞きたいと思いますが、まずは1曲、はい、聞いていただきたいと思って、はい、曲紹介お願いいたします。はい、ミセスグリーンアップルでスピーキングでした。もうノリノリの曲で、うん、もうサビになるとスタジオ中の前がみんな手を挙げるから、うん、もう同時に僕はじゃんけんでチョキ出してもう勝率7割ぐらいを安定して出しました。みんなパーだからね。これライブでやってていいと思うよ、これ。演奏しながらこっちじゃんけんしてこう戦いするというふうなことで、まあまあもうノリノリで、もう今日もう体が思わず動いちゃうような、うん、そんな曲がたっぷりのテレビでございますが、どうですか今回のアルバム。こんばん、いろいろ仕上がりとかありますけど、はい、手応え、ここうまくいったなってとことか、どうですか、想像以上だったとこ。結構なんか濃度の濃いものができたなと思いますね、うんうん、そうだね、ファーストでここまでやっちゃうんだってぐらい自分らでも、うん、これ次どうしようかなってぐらい、ね、まあそうね。でもファーストがやっぱり名盤になるもんよ、これ。そうですね、意外だって制作期間一番長いもんね。そうですね、本当にまさにそうだった。いろんな楽器をこうそれぞれメンバーがチャレンジしたり、うん、キーボードの藤沢がフルート吹いたり、ドラムの山中がこう和太鼓を本当に生で叩いたり、ちょっといろんなことを挑戦して、結構挑戦をね、たくさんしたアルバムなんじゃないかなっていうふうに。すごい、いいね、挑戦して出し切っちゃう感じで不安になるよね。そうですね、こうなるとこの先どうすんだよ。いやでもね、ただできるもんよ、毎回出し切るぐらいの方が。頑張ります、ね、頑張ります。この後もいろいろ大森くん の、はい、作詞作曲にかかってますから、これは。はい、頑張ります。はい、ということでやってるわけですけど、いろいろな曲の話聞きたいんですけど、はい、この次もう一個パブリックっていう曲も聞きたいんですけど、はい、この曲はどういう曲ですか、まず。どういう曲、これはもう人間がこう、なんていうんですか、人間の汚いとこ綺麗なところを歌ってる曲で、うん、まあこうなんかいけないことをしちゃうけど、それをもちゃんとこう見つめましょうっていう話をすごい偉そうにしてる楽曲だと思いますね。これまあいろいろバラエティの飛んだ曲書いてますけど、はい、こう作っててなんか自分なりのこうルールとかの、いろんなバリエーションの曲って、もここだけは俺のこだわりだみたいな。ああ、なんでしょうね、やっぱこうキャッチーにというか、ノリはやっぱりすごい重視してますね、どの曲を作るにしても、うん、こうちゃんとこうみんながこう覚えてもらえるようなというか、なんかそういう曲作りみたいなものは意識してますね。意識して。そしたらどうですか、なんか弾いてて。そうですね、結構デモの音源をこうメンバーに送られてきた段階で、うん、やっぱりそのキャッチーさだったりとか、うん、あとはまあ結構歌詞とかの内容とかでも、なんか時々もう自分でもハッとさせられるような内容の歌詞とかだったりするので、なんかそういうところをなんか普段からやっぱいろいろキャッチしてるんだろうなとか。デモの段階で詞は完成してるんですか。あ、もう全部完成。えらいわ。各楽器もちゃんと入れてますね。うわ、すごいね。はい、俺も9割5分鼻もぎらだからさ。何ですか。そうか、そうか、はい、じゃあこのパブリック、これ
あのレコーディングしててここは一番いいテイクだなっていうところちょっと聞く前に聞きたいんですけど、なんだろうでもやっぱこうここうまく撮れたなっていうなんだろうね、どうだろう、やっぱこうキーボードソロがこう後半にあったりして、はいはいはい、その後からこうアンサンブルね、こうバンドの楽器だけでこうグイ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 こう、はい、なんていうんですかね、持ち上げていく、サウンドとして持ち上げていくところがあるんですけど、そこの熱量がね結構レコーディングしてて、バチッとねなんかハマった感じはすごいありましたね。僕らバラ撮りしないんで、こうせーので、せーので、一番いい方法だ、その熱量がギュッと詰まってるんじゃないかなと思います。こうかけるにはちょっとね、話を省略しなきゃいけないから、俺ちょっとそうそう、行かないとね、後ろの方、後ろの方、後ろの方ですね、後ろの方、よし、じゃあフルシャンで聞こうよ、そこは、うん、はい、ということで、じゃあすみません、じゃあちょっと曲紹介をお願いいたします。はい、はい、ミセスグリーンアップルでパブリック。お送りした曲はミセスグリーンアップルでパブリックでした。あのすみません、あの一般の方は入って、あ、メンバーだ全員来てくれました。若いヒロズさんと山中彩香さんと、はい、沢涼香さんでーす。お願いします。ちょっと何、ちょっと2人って聞いてたよこっちはすいません、すいません、思わず、思わず、え、来ちゃったのみんなで、来ちゃいました、すいません、ごめんなさい、最初から出ていただけたら、ありがとうございます、すいませんね、3人でなんかマイクを真ん中にこう、はい、ちょっと一声ずつくださいよ、ちょっと今日の朝ごはん何食べたかを一人ずつちょっと自己紹介で、はい、名前と朝ごはん、はい、藤沢涼香です、キーボードです。今日の朝ごはんはおにぎりプレーン味を食べてきました。プレーン味いいね、まあ、塩だからね、塩味ね、うん、はい、ドラムの山中彩香です。今朝の、今日の朝ごはんは納豆ご飯を食べてきました。おいや、みんな健康やね、落ちだよこれ、食うと落ちだよ、もしかしたらこれ、ミセスグリーンアップルギターの若井ひろとです。よ、朝ごはんはスティックパンを食べてきました。スティックパン美味しかった、美味しかった、そうだよ、持つから冷蔵庫入れなくてもいいから、スティックパン便利でございますよ。ありがとうございます、ありがとうございますね。ちょっとそうだ、まずちょっとお知らせをそのしてください、はい、かんちゃん。ミセスグリーンアップルのお知らせです。ファーストフルアルバム、ファーストフルアルバム12は1月13日水曜日リリースです。そして全国14都市ワンマンツアーがあります。12ツアー春宵一刻とモノテトラ、3月1日火曜日千葉ルック、3月3日木曜日ヘブンズロック宇都宮 VJ2、 3月10日木曜日横浜ベーシス、ツアーファイナルは4月10日日曜日赤坂ブリッツです。その他詳しくはミセスグリーンアップルの公式サイトをご覧ください。これはもうアルバム出てツアーで、はい、いや休むことなく、そうですね、ね、どうですか、ツアーはどんな方向なのをイメージしてますか。でーどうだっけ、でーいいよ、いや、まあ、あの聞く方はね早いからね、もう簡単に聞くよもうできてるんでしょみたいな感じで聞くからね。いやでもね、こうリハをね、まあちょっとそろそろこう始めた頃だね、でこう楽しいものになればなって本当思うので、こうねちょっとみんな楽しみながらリハをやってますね今ね。あの確認しながら喋るのよ、不安になっちゃうね。まあそうだよね、まあ今アルバム出たばっかり、そうですね、はい、どうですか、あの後ろの3人からこのアルバムの手応えなど、私のここ聴いてくれみたいなプレイとかもちょっと一曲教えてほしいな。あの先ほどもお話しされてたんですけれども、うん、最後の曲になっている初期の歌っていう楽曲が、はいはい、あの私藤沢がフルートを吹いておりますので、うん、ちょっとそこチェックしてほしいなと思っております。フルート、はい、それとチェックは、はい、そして、はい、私山中はですね、あのナンバーセブンという曲で、うん、和太鼓を叩いているのでそこを聴いてほしいなと思います。どうなん、やり方違うでしょ、ドラムと。そうですね、全然違くて、で叩いたことなかったんで、もうあの、いろいろ検索して、はい、形から入りました。形から入った、形から。はい、そしてはい、ギターの若井ひろとはあのいいね、声がでかくていいね、青っていう曲をお勧めしたいんですが、あの僕実はちょっとタッピングという技術をギターに入れて、あの右手で指板を叩いて音を鳴らすみたいなのをやってますんで、ぜひ聴いてください、お願いします。そうですよ、スティックパン食べながらやってますからね。はい、やってます。弾いてる時は食べてないと思いますよ。弾いてる時も食べてるかもしれない、レコーディング中ね途中であの B メロから疲れるんですよっていう可能性があります聞きながら呼吸しなくていいですよね、そこ。ただメンバーの皆さんなんか仲良さそうね、なんか声も大きくて、そうですね、はい、頑張ってますね。大変です。そうね、いや大変な部分あると思うよ、これからいろいろあると思うよ、まあ、そうですね、そう、俺だけ曲作る忙しいんだよみたいなこと言いたいこともあるでしょ。ケアしてそんなこともありますが、まあじゃあこうやって、まあでも2016年、はい、まあスタートし
したばっかですよ。まあツアーもあるのでね、もうこの先の下半期、はい、何を考えてるかは最後に教えてもらっていいかな。いやなんか俺未公開情報を知っててしょうがないんだよ。ねえみんな知ったよねその先。この先どうだ、ツアーの先はどう考えてるか。いやねなんかいろんなところできたらいいですね、大きいとことかね。おね狙ってるぞこれは。だってか箱なんて1年後とかしか押さえらんないんだから、ちょっとねちょっとよくわかんないですけどね。あよくわかんない、ちょっとよくわかんない。土日だぞきっと、土日。土日かありません。まあどうですか、でも音楽も含めてこうガッと、まあ、ファースト出て、はい、どういうようなメッセージをというかどういうバンドになっていきたいと思いますか。いやすごいやっぱりこういろんな方に知ってもらえるような、うん、あの存在になりたいなと思うので、まあ、有名になりたいっていう思いのもとに、はい、活動できたらなっていうふうに思います。でここの今後の目標のところに2人とも同じこと書いてあるんだもんね。はい、ね、赤とか白とか、そうですね、年末だったりとか、年末だったりとか、年末だったりとか、ね、31日キラストやってみてくださいよ。そうですね、全然全然。まあね、それすいませんって言ってもらえる方が嬉しいなっていうのがありますが、本当に今日たくさんの人来てくださいました。みんなね、携帯のお金を親に出してもらってるんですって。どこからその人が欲しいで、さっき挙手で知ってもらったから。だからね、しどう増えるはどう、自分のお金で買うぞって人手を挙げて。おー来た、おーいいね。ごめん、私は親のお金で買うって人手を挙げて。あれ、それも大事、正直で、まあ、それにしてもそうやってね、いろいろ言うと、お部屋も毎回そうだよね、家族で見に来たっていいんだもんね、だいぶ。はい、ということで、ぜひ皆さん、12、明日リリースですね、はい、よろしくお願いいたしますということで、本当に今日ありがとうございました、全員で。またよろしくお願いいたしますということで、この時間はミセスグリーンアップルの皆さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。